細川徹は、青森県東津軽郡平内町出身の元プロ、野球選手、監督。宇右藤右内、青森県東津軽郡平内町生まれ、平内町立浅所小学校から平内町立小港中学校へ進学。青森県立青森北高等学校では首相を務め、県大会では1年次から出場。2年次に内野手から保守へ転向し、 強権強打の保守として活躍したが、一年夏の県大会ベスト4となりで甲子園出場はなかった。青森大学では保守として異例の一番打者として活躍し、先頭打者本塁打も記録。一類種、遊撃種にも挑戦し、二年春は遊撃種でレギュラー、三年春から正保守となり三年春、四年春には北東北大学リーグのベストナインに選ばれた。 1999年の全日本大学野球選手権大会ではベスト4まで進んだが、早稲田大に敗れた。2000年の同大会はベスト8まで進んだ。4年秋のリーグ戦では一番打者で打率。333、7打点の成績で優勝に貢献し、MVP とベスト9を受賞した。当時のメンバーには、工藤隆人がいた。 2001年10月31日には、同年の NPB ドラフト会議自由獲得枠での指名を前提に、西武ライオンズへの入団が決定。同日付で NPB から契約締結内定選手として公示された。長年の正捕手だった伊藤勤がコーチを兼務することや、保守登録の和田和弘が外野手に専念することを踏まえた獲得で、入団当初の背番号は47。 2002年は大半を二軍で過ごし、65試合に出場178打数で236本塁打だった。7月11日に長野オリンピックスタジアムで行われたフレッシュオールスターゲームに8番補修で先発出場した。初回に龍太郎の内野安打で先制点を奪われたが、直後の二等阻止。2回の初打席は藤川球児から適地打を打つ。 リーグ優勝でチームが祝杯を挙げた翌日の9月22日に1軍へ昇格2軍監督鈴木春彦の推薦もあり同日の対チバロッテマリーンズ戦で8番捕手で先発出場打撃ではサードフライ三振サードゴロと無安打守備では石井隆をリードし6イニングを無失点三井浩二も1イニング無失点とし8回から中島 サトシに交代し、プロ初出場を完封リレーでつなぎ勝利した。翌9月23日の対オリックス、ブルーウェーブ戦でも8番捕手で、先発出場し、エースに口文也との初コンビで、2回の塩崎誠の同点打で、本類突入した高見沢講師をブロックした際に、右大退場部を打撲して、負傷退場し、翌9月24日に出場選手登録を抹消され、 10月10日に1軍へ戻ったが、同年の1軍出場は2試合で無安打。10月12日のファーム、日本選手権で7番星として、先発出場し、4回に敵地打を打つが、ホアシ・カズユキが5回に6安打を打たれて逆転され、バッテリーごと交代となる。2003年は、開幕1軍、4月2日の対オリックス戦で3回に、 伊藤つとむの大走から出場し、吉井雅人から左中間にエニルイダを打ち、プロ入り初安打、松井和夫の犠牲フライで初得点。4月4日の対大阪近鉄バファローズ戦でシーズン初の先発出場して、松坂大輔との初バッテリーで2回まで5奪三振、無失点と順調なリードだったが、松坂が右膝裏に張りを感じて、降板自身は、 フル出場したが、中継陣がご失点し敗戦した。打撃では、相手先発、ジェレミー・パウエルからレフトへ二塁打を打ち、プロイル初打点。4月21日の対オリックス戦で、再び、松坂と組んで、フル出場し、守っては1失点11奪三振関東勝利の、リードで、打っては4打数4安打のプロイル初猛打賞。3打席目には、グ、打つからライトに、 プロ初本塁打となるツーランホームランを放った。5月26日の対日本ハムファイターズ戦で8回から守備で出場し、毎回の被弾で2イニング4失点のリードにより、翌5月27日に2軍降格となりのだ、康介が昇格した。6月13日に1軍に再昇格。7月13日の対福岡大英ホークス戦で、松坂とのコンビで臨んだが0回に、 3を投げ7失点したところで、松坂が右肘痛を発症して降板し、バッテリーごと交代させられたため自身も、先発マスクでの最大交代となった。8月31日の対オリックス戦で、後藤後期をリードして、フル出場し、プロ入り初の完封勝利を手にした。この年で現役を引退した伊藤勤に対し、先発出場数こそ下回ったが、 途中出場を含めると20試合ほど上回り、事実上の正捕手となった。またフル出場は35試合で19勝16敗だった。2004年の開幕マスクは野田康介に譲ったが、野田が左足首捻挫で抹消されると、正捕手となった。4月4日の対日本ハム戦では、プロ史上59人目、西部では2000年。 松井和夫以来4人目のサイクルアンダーを達成した。4月7日の対オリックス戦で2打席連続本塁打を達成した。5月12日対大英戦では再び1試合に本塁打を放った。なお、5回表第2打席に星野順次から打った1本目はサンマリンスタジアム宮崎における NPB 公式戦第1号本塁打である。6月20日の対日本ハム戦で 先発出場して8回11失点、本類が3本、4盗塁を許したことで、伊藤務監督は、翌日から野田を一軍昇格させ、先発保守に据えた。7月17日の対オリックス戦の3回裏、本類クロスプレイの際、ルーズベルト・ブラウンのタックルにより、野田がラボ骨を骨折したため4回から出場し、7回に勝ち越しとなるツーランホームランを放った。 7月18日から聖保守として先発出場した。8月11日、8月13日に2試合連続完封試合達成。8月23日に野田の復帰により控えとなったが、8月27日の対大英戦で野田が先発マスクで7イニング19失点し、再び聖保守へ戻った。9月1日対千葉ロッテ戦で先発し、 松坂大輔とのコンビで、球団新記録の1試合16奪三振を奪い、完封勝利へ導いた。最終的に、レギュラーシーズンでは100。プレイオフでは、第1ステージ3試合すべてに、フル出場し、10月1日の第1戦では、立山義則から、ダメ押しとなる、ソロ本塁打を放ち、ポストシーズン初安打初打点を記録。第ステージは、第試合、 第4試合で先発出場したが、3打数無安打でいずれも敗戦した。日本シリーズは6試合に出場し、第2戦から第4戦は控え捕手、第5戦以降はフル出場した。10月22日の第5戦では先発出場し、シリーズ初安打初得点は記録したが敗戦した。10月24日、第6戦では4打席連続三振したが勝利した。 10月25日第7戦では8回まで無失点のリードで貢献し、日本一決定のマスクをかぶった。2005年5月28日の対、広島東洋カープ戦で延長10回虫満塁、鋭川勝弘から遊撃手の頭上を超えるレフト前を放ち、これがプロイル初のサヨナラだとなった。5月31日の試合で補給の際に右手を打撲し、 右手首腱昇炎の疑いで6月5日に出場選手登録を抹消された。6月19日に一軍へ再昇格。8月26日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の4回裏第2打席で、アリメカネヒサからプロイル初の満塁本塁打を記録した。最終的にレギュラーシーズンでは104試合に先発出場し、 フル出場した57試合では43勝14敗、8完封勝利だった。また、リーグワーストのホイツ数、リーグワースト対のトールイソシリ率と不名誉な記録を残した。プレーオフ第一ステージでは2試合ともに、先発出場したが2連敗し、5打数ノーヒットだった。オフの12月14日に、背番号が47から3二変更された。2006年は、 前年の守備難もあり、開幕時期こそ高卒新人、住谷銀人郎に先発出場を明け渡したが、4月下旬から正保守を奪い返し、枠井秀明の先発時以外はほぼ先発出場した。8月27日の福岡ソフトバンクホークスとの首位攻防戦では勝ち越しソロ本塁打を放った。住谷先発マスクで首位陥落した。 翌日の9月3日の対日本ハム戦で先発出場し、4回裏の第2打席でに、四万塁から金村暁の初球を左翼席へ運び自身2度目の満塁本塁打を放って勝利に貢献し、首位を奪回した。9月7日の対千葉ロッテ戦では、右前部に張りのある松坂大輔をリードして7回無失点、打っては先制のスリーランホームランを放ち、 フル出場のカンプリレー勝利で1位通過マジックを13とした。9月13日の対日本ハム戦でも松坂とのコンビで9回カンプ勝利。しかし9月16日の対オリックスバファローズ戦で守備の際に左手首にファウルチップを受け打撲し、9月17日以降、欠場、9月20日には出場選手登録を抹消された。この影響でチームは 終盤4勝4敗となり、レギュラーシーズンは2位通過に終わった。プレーオフ第1ステージでは3試合すべてに出場した。10月7日、第1戦では松坂を完封勝利に導いたものの、後の試合で大量失点し、打撃も振るわず、第1ステージ敗退した。投類阻止率は12球団最高の469を記録し、ホイツはゼロと全年両部門再開から、 リーグトップに転じるという超速の進歩を見せた。最終的に、レギュラーシーズンでは79試合に先発出場し、フル出場した54試合では42勝11敗1分、後完封勝利だった。12月29日に、伊藤勤監督の現役時代の背番号、27を受け継ぐことが決まった。二千七年は、開幕から抹消されることなく一軍に居座り、 保守では、リーグ最多となる139試合に出場した。126試合に先発出場し、フル出場した86試合では50勝34敗2分五完封勝利だった。打撃では4月19日から5月4日まで、自己最長の11試合連続安打を記録、猛打賞も、自己最多の8回を達成、打率、打点も、自己記録を更新し、 本類がも3年ぶりに2桁に乗せた。守備では2年連続で12球団トップとなる、投類素止率、405を記録した。5月30日から6月11日までチームは、球団史上2度目の10連敗を期して、借金10の再開となったが、その8試合で先発出場し、途中出場でも1試合、サヨナラ負けのマスクをかぶった。7月5日、 7月7日に2試合連続完封試合を達成しチームの貯金を1とした。8月31日から9月7日まで先発マスクで6連敗してチームは5位へ転落。9月8日に銀人狼が先発保守で連敗を止めたのを境に9月はほぼ途中からの出場となった。9月26日の対千葉ロッテ戦では1点リードの8回から途中出場したが9回に アレックス・グラマンが福浦和也に同点タイムリーを許し、続くサブローのヒットで本類を狙った二類走者の早川大輔が細川の顔面に左肩でタックルし、細川はボールは離さずスリーアウトチェンジとなった。しかしの浸透状態となり、単価で運び出され、西部は保守二人体制かつ保守経験者の GEG 佐藤も交代済みだったため、 治療2時間を要したが9回裏の攻撃から続けて出場した。打撃結果は三振で10回表の守備では当板した山岸城が請求に苦しみに死給3安打で2点勝ち越され、そのまま敗戦しチームの B クラスが確定した。9月29日から再び正保守へ戻った。プロ入り6年間8.9番の先発出場だったが10月1日に7番。 10月5日には2番での先発起用を経験した。2008年は開幕から抹消されることなく一軍で過ごした。5月5日の対日本ハム戦で6点ビハインドの5回、第2打席にブライアンスウィーニーから左翼上段へ自身3度目の満塁本塁打を放ち、逆転勝利へ貢献した。5月25日の対阪神タイガース戦で、 西口文也のホークボール補給の際に、右手人差し指と親指の間を列傷し、試合後病院に直行し4針塗ったが、1試合の欠場でスタメンに復帰した。6月1日の第中日ドラゴンズ戦では3点本塁打を含む自己最多の1試合後打点の活躍で勝利に貢献した。7月9日の対ソフトバンク戦の7回2点ビハインド、西 2, 2の守備で、 中西健太のレフトフェンス直撃の二塁打で中継の中島博之がバックホームする前に細川がホームベースをまたいでブロックしようとしたためそのまま滑り込めば完全にセーフのタイミングだったが一塁走者の赤石武氏はやむなく回り込んで本塁を触ろうとし細川がタッチし球進の津川力アウトを宣告してチェンジとなった これにソフトバンクの大貞治監督は激怒して人生初退場寸前の猛抗議をし試合は5分間中断し後日ソフトバンクはパシフィックリーグへ質問状を提出7月11日にリーグは走塁妨害を認めた7月19日の対千葉ロッテ戦で4回1点リード西一二塁から西尾勝義が打った宇宙艦タイムリーの返球で 早川大輔とのクロスプレーで左大タ部を打撲して交代となった。オールスターゲームに自身初となるファン投票1位で選出された。7月31日第一戦は守備のみの途中出場。8月1日第二戦では先発出場した。9月24日にマジック1で迎えた大地バロッテ戦で4回3点ビハインドから枠井、秀明が里崎智也に、 押し出し支給、変わった、三井康二も、クリオズレータに、押し出し支給、7点ビハインド2一1 3で、登板した元名決も、ベニー・アグバヤニの腕に当て同イニング3度目の支給を、与えたことで、ベニーが興奮して、マウンドへ向かい、止めに入った細川を、首投げして、両チームの乱闘に発展し、ベニーは退場となった。細川は、負傷により交代し、 試合後左肩の脱球が判明した。これにより3試合欠場し、リーグ優勝を決めた9月28日のマスクを被ることはできなかった。最終的に、レギュラーシーズンでは128試合に先発出場し、フル出場した77試合では55勝20敗2分、8完封勝利だった。守備面ではリーグワーストのホイツ8を記録したものの、 保守として12球団トップの133試合に出場し、自身初となる三井ゴールデングラブ賞を受賞した。打撃では、本塁打、打点ともにプロに入って最高成績を記録し、打率も前年に近い数字を残し、自身初のベストナインに選出された。チームトップとなる23ギダで5年連続20ギダを記録した。クライマックスシリーズ第2ステージでは、 前後試合に先発出場し、10月17日第1戦は、守備では8回1失点のリード、打っては2点タイムリー3塁打と、初戦勝利に活躍した。10月21日第3戦では、ブライアンスウィーニーから、クライマックスシリーズ第1号となる、ツーランホームランを放った。10月22日第5戦では、和久井秀明を9回完封勝利に導き、 日本シリーズ出場を決めた。日本シリーズでは第1戦から第5戦まで先発出場した。11月1日第1戦では9回を1失点に抑えて勝利。11月5日は岸高行を完封勝利に導いた。11月6日の第5戦の2回第1打席でプッシュバントを試みて一塁に頭から滑り込んだ際に右肩を脱球して負傷交代し、 以降の試合はアジアシリーズも含め全て欠場した。また同年は北京オリンピック野球日本代表最終候補選手に選出されたが最終メンバーには選出されなかった。オフの12月15日に2009ワールドベースボールクラシック日本代表一時登録メンバーに選ばれた。2009年2月25日に WBC 日本代表が発表されたが最終メンバーから漏れた。 4月3日の千葉ロッテとの開幕戦で、清水直行から逆転となる3点本塁打を放ち、同試合のヒーローとなった。同日が3歳の誕生日となる息子へのプレゼントとして、本塁打を打つ約束を守った。その後も、聖保守として先発出場していたが、前年に負傷した右肩をかばった影響などにより、右肘を痛めて4月29日に、 出場選手登録を抹消された。7月28日に治療を終えて一軍に昇格した。最終的に38試合に先発出場し、フル出場はわずか14試合となり、結果は9勝5敗に完封勝利だった。故障から復帰後は48打数5安打、打率104と打撃不振となり、代打を出されての途中交代が激増した。 2010年3月7日のオープン戦で銀人道が膝を故障したことで聖保守として開幕を迎えた。4月4日にホワシカズキ、4月6日に岸シタをリードしてチームを2試合連続完封勝利に導いた。首位で迎えた6月18日の対ソフトバンク戦では8回3点リードの場面で陽陽君の直球を右翼中段に打ち返し2年ぶり 自身4本目の満塁本塁打を放った。6月19日、6月20日の同カードでも本塁打を放ち、3試合連続の本塁打、4打点を記録。7月の先発マスク時に負けが込み、月間打率も094と不調だったことから、7月の打率が316と好調だった上本達之に先発出場を徐々に奪われていった。月は打率。 255と副長姿勢保守へ戻り、9月18日からのソフトバンクとの直接対決で3試合先発出場したが、3連敗し、リーグ優勝は2輪差でソフトバンクに奪われた。レギュラーシーズンでは104試合に先発出場し、フル出場した54試合では47勝7敗、7完封勝利だった。イソはで年ぶりに、 リーグ1位となった。クライマックスシリーズファーストステージ全2試合に先発出場したが、第1戦は同点で代打を出され、第2戦では9回に追いつかれ、延長11回に勝ち越しを許して交代した。打撃は2試合で4打数無安打だった。オフの11月8日に FA 権を行使福岡ソフトバンクホークス、横浜ベスターズ、オリックスバファローズと交渉した。 ソフトバンク時代2010年11月23日に福岡ソフトバンクホークスと4年契約で合意した。12月6日に正式に契約を交わし、横浜から FA 移籍した内川誠一と共に入団会見を行った。年俸は総額2億5000万から8億円で、背番号は西部時代と同じ27に決まった。自由獲得枠で入団した選手が FA 権を行使し、 国内多球団に移籍した初の事例となった。2011年4月12日のオリックスとの開幕戦に先発出場し、7回1点リードにし2塁で、木抜き広からレフトにタイムリー3塁打を放ち、これが移籍後初アンダー、初打点となった。4月15日の対西部戦で、本拠地福岡ヤフージャパンドームで移籍後初出場した。4月20日に、 北九州市民球場で行われた大楽天戦で、ダレルラズナーからバットを折りながらもライト前へ、タイムリーダーを放ち、一足先に順本拠地で、初安打、初打点を記録した。4月21日の同カードで6回に、川岸剛からセンター前ヒットを打ち、これが移籍後本拠地初安打となった。4月27日の対日本ハム戦で、 DJ ホールトンをリードし9回無失点で、移籍後初のカンプーマスクを達成。5月13日の対西部戦の3回第1、打席に、牧田和久からショートへ、内野安打を放ち、内川のタイムリーダーで生還し、これが移籍後フェルスからの初安打、初得点となった。6回第3打席には同じく牧田から、左中間突破の2点タイムリーツーベースを放ち、これが、 フルスカラの初打点、福岡ヤフージャパンドーム初打点となった。5月29日の対横浜戦で2回第1、脱席にクレイトン・ハミルトンの初級を捉えて、ソロ本塁打を放ち、これが遺跡後初本塁打となった。7月5日の対西武戦の初回1、3塁の場面で中島博之のサードゴロで本塁狙った3塁走者、朝村坂江とを本塁で、 ブロック成功し、アウトにしたが工作により左膝を痛め、2回表に田上秀則を代打に送られて、負傷退場した。7月6日に出場選手登録を抹消され、福岡市内の病院で精密検査を受けた結果、左膝内側半月板損傷と診断された。7月28日に一軍へ復帰した。8月4日の対オリックス戦の5回同点無事、一二塁の場面で、 西祐希から顎に支給を受けて出血。西は危険退場となり、自身は山崎勝美をダイソーに送られて、負傷退場し病院へ直行した。顎を4針縫合したが、翌日8月6日の西武戦には先発出場した。8月27日の対楽転戦試合前のシートノック中に右ふくらはぎに違和感を訴え、1回裏の守備で山崎と交代し、 同日右ふくらはぎの筋座章で出場選手登録を抹消された。9月19日に一軍へ戻り、同日の対オリックス戦で先発出場した。9月27日の2位日本ハムとの直接対決では2回 1C13 塁の場面で止めた、バットにボールが当たりブライアンウルフから先制のタイムリーナやアンダを打って勝利に貢献した。 9月29日同カードでは6回1点ビハインド、1、3塁の場面で、ダルビッシュ有から同点の犠牲フライを打った。10月1日の大西部戦は9番捕手で、先発出場し、岩崎翔、ブライアン・ファルケンボーグ、マハラ・タカヒロをリードし、9回完封リレーで、チームのリーグ連覇に貢献した。リーグ優勝決定の瞬間にマスクをかぶったのは自身、初である。 レギュラーシーズンでは84試合に先発出場し、フル出場した46試合では40勝5敗1分、11、完封勝利だった。開幕から両エースとも組んだが、和田武氏は、先発3試合で0勝1敗、杉内俊也は4試合で0勝2敗だったため、5月中旬以降2社の先発マスクは山崎勝美に奪われた。 和田は8月3日以降再びコンビを組み8月17日から4試合連続の完封勝利で5連勝した。他のスタメンマスクでは先発転向1年目のセッツ、ただしと、組11勝、最多勝ちを獲得した DJ ホールトンと、組14勝、3年間未勝利の岩崎賞とは、プロ初勝利を含む5勝するなど結果を出した。打撃では1本類だと大きく、数字を落とした一方、 ギダは、自己最多の34ギダを記録した。守備では盗塁ソシリーズ。183だったが、無失策を記録し、3年ぶりにベストナインと、三井ゴールデングラブ賞を受賞した。クライマックスシリーズファイナルステージでは、全3試合に出場。11月3日、第1戦は、フル出場し9回に失点のリード、打撃では3回に、初級でギダを決めて、 内川誠一の先生に天タイムリーを呼んだ。11月4日、第2戦は8回に失点のリードだった。11月5日、第3戦は11回同点から守備で出場し、2回、無失点のリードでサヨナラ勝利を呼ぶなど3試合すべての勝利に絡み CS 突破に貢献した。日本シリーズでは11月12日第1戦で先発出場し、 和田武氏を8回1失点とリードし、代打を出され同点で交代した。第2戦は8回同点で守備から出場したが、真原高弘が森野正彦に勝ち越し打を許し敗戦。11月15日は、フル出場し9回2失点のリード、打撃では3安打の猛打賞で、鈴木義弘からダメ押しとなる、ソロ本塁打も放ち、これが日本シリーズ初本塁打、初打点となった。 11月16日第4戦は、フル出場し9回1失点のリードで勝利に貢献した。11月17日第5戦では7回1点リード、1C12 類の場面で、チェンウェインからバスターでタイムリーダーを放ち、守っては、フル出場して中日打線を完封した。11月19日第6戦は、代打で交代するまで8回2失点に抑えたが、敗戦した。 11月20日第7戦では8回から守備で出場して2回を無失点に抑えて完封勝利し、球団の8年ぶりの日本一の瞬間にマスクをかぶった。アジアシリーズ予選リーグでは11月25日の対等1 7ブンライオンズ戦にフル出場し、3回にライアングリーンからライト前アンダーで出塁して同点の走者として生還した。 11月26日の対サムスンライオンズ戦では、先発出場し、2回一死3塁からバスターを仕掛けり、境以前から左中間を深々と破るタイムリー2塁打を放った。守備では途中交代するまで8回無失点のリードだった。11月29日のサムスンとの決勝戦では、フル出場したが、5回に岩崎翔が崩れ、 川崎宗則の,のタイムリーエラーも重なり、チームを1イニングも失点させて、敗戦の一員を作った。2012年は、開幕を1軍で迎えて、聖保守として出場していたが、打率、156と不調だったこともあり6月30日に2軍再調整となった。7月14日に最小格子聖保守へ戻ったが、打率は2割に届くことなく終わった。 レギュラーシーズンでは82試合に先発出場し、フル出場した46試合では27勝3敗、8完封勝利だった。同年も、セッツただしとの相性が良く、先発マスク時に14勝した。打撃では打率、157と、西部時代の2003年からの正保守定着後以降、最低を記録した上、出塁率も2割に届かず極度の打撃不振に陥った。 守備では、保守部門で最多失策、トールイーソシ率も、224とリーグワースト2位だった。クライマックスシリーズファーストステージでは、全3試合に先発出場した。第1戦では西部を9回1失点に、抑え勝利した。第2戦は3回に自身は、パスボールし、1イニング7失点させて4回で、交代させられ敗戦の一員となった。第三戦は、 フル出場し9回に失点に抑えて、ファーストステージを突破した。打撃では6打数無安打だった。ファイナルステージでも、全3試合に先発出場したが3連敗で、CES 敗退した。第一戦では、吉川光雄から2打数に安打だったが得点には、つながらず8回に代打を出されて交代した。2013年は、 開幕から抹消されることなく一軍で過ごしたが、9月11日の対西武戦の2回に、都亀県から左側頭部に支給を受け救急車で運ばれ、福岡市内の病院で打撲と診断された。翌日9月12日の同カードには、先発出場したが、脳振盪のような症状で吐き気を催し途中、交代した。ソフトバンク遺跡後最多となる112試合に出場。 レギュラーシーズンでは96試合に先発出場し、フル出場した33試合では29勝4敗、6完封勝利だった。トールイーソシ率は297と前年よりも改善した。2014年は開幕にカードは新加入の鶴岡深夜にスタメンを奪われたが、鶴岡が4月5月に打率1割台と打撃不振のため徐々に先発出場が増え、 7月下旬からは完全に奪い返し正捕手へと戻った。6月3日の対巨人戦の6回に自打球を左膝に当て途中交代。翌6月4日に左膝打撲のため出場選手登録を抹消された。6月14日に最短で一軍に復帰した。7月26日のオリックスとの周囲攻防戦では4回同点の場面で透明大気から バックスクリーン左へ勝ち越し、ツーランホームランを放ち、これが決勝だとなりチームは首位を打開した。10月2日、2位オリックスとの両チームの優勝がかかった、シーズン最終戦では2回1死に3塁の場面で、ディクソンから先制の犠牲フライを放った。フル出場し10回1失点のリードで、松田信弘のサヨナラだ及び、2011年に、 続きチームのリーグ優勝決定の瞬間のマスクをかぶった。レギュラーシーズンでは95試合に先発出場し、フル出場した41試合では35勝5敗1分、7完封勝利だった。クライマックスシリーズファイナルステージでは、全6試合に先発出場し、打っては14打数6安打、打率、429だった。10月20日第6戦では5回に、 鍵谷洋平からダメ押しのソロ本塁打を放つなど3打席3出塁で守ってはフル出場し9回を1失点に抑え CS 突破に貢献した。日本シリーズでは前後試合に先発出場した。守備では8回6失点で代打を出された第一戦以外はフル出場し残り4試合は阪神打線を2失点以下に抑えた。 10月28日第3戦では1点リードの4回、1死2塁の打席で、藤波慎太郎の7球目のカットボールに空振り三振したが、阪神保守の鶴岡一星がボールを1塁側へ、そらした暇に振り逃げを成立させ、2塁走者の吉村、勇気が一気に本塁を落とし入れてチームは貴重な追加点を挙げた。10月30日第5戦は守っては9回、無失点のリードで、 阪神打線を完封し、自身三度目となる、日本一決定の瞬間のマスクをかぶった。同試合の9回表は1点リードで、デニス・サファテと一四万塁の場面を作ったが、続く、西岡強を、ファーストゴロに打ち取り、一塁手の赤石武氏が本塁へ、送球し、ホースアウト。ここで、細川は一塁へ送球したが、西岡の体に当たってボールは転がり、 その間に二塁走者の田上健一は本塁を踏んだ。冷静にプレーを見ていた主審の白井一行は、西岡の走塁を守備妨害と判定し、これにより警察完成でゲームセットを宣告し、ソフトバンクの日本一が決定した。また、三回守備時には一市一塁からマートン、二市一塁から植本博則の二等いずれも阻止し、一イニングで二度の投塁阻止が、 日本シリーズ新記録となった。シーズン中の8月29日に2度目の FA 資格を取得したが、11月6日に翌年の残留を明言し、12月16日の契約交渉で3、600万円アップの年俸1億円で公開し、2年契約を結んだ。2015年は2月中旬の春季キャンプから故障が相次ぎ、4月22日に、 首の痛みを訴え再びリハビリ組へ戻った。59試合に終わった。本類だが0本だったのは2002年以来だった。2016年には、レギュラーシーズンの1軍公式戦49試合、チームがリーグ2位で迎えた CS5 試合でスタメンマスクを任された。その一方で、チームが日本ハムとの CS ファイナルステージで敗退した後に、球団から、 バッテリーコーチへの就任を打診。現役続行を希望していた細川がこの打診を誇示したことから10月24日には事実上の対談が発表された。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。2016年11月15日に地元球団の東北楽天ゴールデンイーグルスとの間で保守として契約を結んだことが発表された。 背番号は68。2017年には、正捕手の島本博や、若手投手へのサポート役として、公式戦の開幕から一軍に帯同した。左ふくらはぎを痛めたため、4月30日に、出場選手登録を抹消されたが、6月下旬に一、軍へ復帰。同月28日に、故郷の青森県内で29年ぶりに開かれた。 NPB1 軍公式戦で移籍後初めてのスタメンマスクを任されると7回裏の第3打席で1軍公式戦での移籍後初安打を放った。レギュラーシーズンには1軍公式戦20試合に出場。通算打率は100ながら8月3日の対西部戦でこの年唯一の本塁打を放ったほかチームのレギュラーシーズン3位で迎えた古巣相手の CS にも 保守として出場した。シーズン終了後の12月7日に、推定年俸に、霊園という条件で契約を公開。契約公開時点の年齢は37歳で、西部時代のチームメイトでもあった40代の松井、和夫がこの年限りで対談したことによって、チームの現役最年長選手になった。2018年には、一軍公式戦への出場がわずか2試合で、 に打数ノーヒットに終わった。球団では10月5日に細川へ戦力外を通告するとともにコーチへの転身を打診。しかし細川が NPB 他球団での現役続行を希望したため大団に至った。2018年12月6日に千葉ロッテマリーンズが細川を1年契約で獲得した。背番号は55。獲得に至った背景には 金沢学の現役引退に伴って、ベテランの保守が不足していたことが挙げられる。ちなみに、身体に悩む、あまり小学校6年生の長男に相談したところ、長男から東京ディズニーランドが近くなるという理由でロッテへの加入を後押しされたという。2019年には、いわゆる抑え保守としての起用を中心に、一軍公式戦で、 楽天時代の2シーズンを上回る37試合に出場。打撃面では7月16日に古巣の対西部戦で1軍公式戦2年振りのアンダを放つなど通算で6打数にアンダながら打率333を記録した。シーズン終了後の11月29日に推定年俸1600万円という条件で契約を公開。 公開時点の年齢は39歳で、この年までロッテの二軍打撃高知県内野手として、現役生活を続けていた福浦和也が43歳で引退したことから、2020年シーズンをパリーグの現役最年長選手として迎えることも決まった。2020年は、ファームで12試合に出場したものの、打席に立つことはなく、11月4日に、球団から戦力外通告を受けた。 11月9日に引退を表明し、同日の日本ハム戦で引退試合を行った。8回裏に代打で登場し、空振り三振に倒れた。9回表には、守として最後の守備についたが、大田康氏示せににラン本塁打を打たれ、苦笑いを浮かべた。2020年12月8日、2021年から、 新設される九州独立プロ野球リーグ、日の国サラマンダーズの監督に就任することが発表された。打率、200前後と安定感はないものの、ボールにバックスピンをかけて、飛距離を出す長打力が持ち味で、打球方向のほとんどが、レフト方向へ向かうプルヒッター。2006年シーズン中盤から、ランナーの有無に関係なくバントの構えからヒッティングに切り替える。 バスター打法を取り入れた。ホーム改造後は、三振を大幅に減らし、本塁打も増え、恐怖の8番打者として、注目を集めたが、シーズン打率は1割台に終わった。2007年は、通常の打法に戻し、以降は、打法の変更を繰り返し2008年、2009年は、三振率が再び3割を超えた。二千十年には再びバスター打法に取り組むが打率が低迷し、 取りやめると打率が向上し、3試合連続本塁打を記録する好調を招いた。5年連続20ギダを2度記録しており、34ギダを記録した2011年には、ギダ成功率921を記録するなど得意としている。2010年には、リーグトップの守備得点を記録している。打者の苦手コースをつく慎重なリードが持ち味。 野村克也はパリーグで一番キャッチャーらしい、キャッチャーと高く評価しており、ワールドベースボールクラシック日本代表の選抜においても、本大会で正捕手を務めた城島健治よりも細川が適任であると考えていたという。ブロックもうまく、本類での相手選手からの体当たりにもボールを離さない。補給に関してはソフトバンク移籍後の2011年に杉内俊也、 森福雅彦が評価している。肩も強く、トールイソシリ率が1割台に落ちたのは2011年のみで、それ以外のシーズンはすべて2割以上を記録している。プロ入り以来、配給の研究熱心さには定評があり、電話帳の厚さを超えるほどのメモを残していたが、2008年度から関西のリードへシフトした。西部時代は、演歌歌手の氷川清に顔が似ていたため相性が、 清だったこともある。入場時の応援曲も、同歌手の、清のズンドコフ氏を採用していたこともあった。2014年1月6日に、東欧日報第9回東欧スポーツ賞の、東欧スポーツ大賞を受賞した。初記録説明の記録その他の記録注釈出展。ありがとうございます。